橋本キアのジュージュープリスト。はい、橋本キアです。マカピンです。ネクサセンスの森です。はい、今回ですね、前回に引き続きガラビー杯このパート2を見ていきたいと思います。提供お願いします。はい、橋本キアのジュージュープリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事ジュージュー一式、鉄イサミ VSTS、 ラスコンチャス、ドゥマウ株式会社、フルフォース、スクランブル以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は1月27日、墨田区総合体育館で行われたガナビー杯のパート2の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、前回は黒帯、今回は色帯ですね。紫帯、茶帯、女子、こちらの方見ていきたいと思います。はい、VTR スタート。はい、女子アダルト紫帯、53.5kg 以上1回戦、ソン・ウンヘ対フェルナンダ・クリストです。はい、このね、女子の方は、53.5kg を刻んで軽い方、重い方という感じになっております。この 53.5kg 以上はフェルナンダ・クリスト、このソン・ウンヘ、そしてカロリーナ・クワハラ、この3選手の対戦になりましたね、はい、そしてこのね、フェルナンダ・クリストはこの大会の1週間前にはポルトガルのリスボンで行われたヨーロピアン選手権で優勝してのこの凱旋帰国ですね。さあ、この X ガードからの後転のスイープ、ダイナミックに決めてきましたフェルナンダ・クリスト。もう高校も卒業してね、もう今18歳ということでね、まだまだ伸び盛りですね、フェルナンダ。さあ、そしてこの韓国から出てきたソン選手、はい、さあ韓国でもね、今充実が非常に伸びてますから、この選手の試合ぶりはどうかっていうところなんですけども、今ちょっとね、さすがにヨーロピアンチャンピオンフェルナンダを相手にすると苦しいか。ソン・ウンヘはドックス、フェルナンダ・クリスタはエボックス BJJ ですね、はい、あ、もうそしてもう今フットロックをかけてますけども、さあどうでしょうか。今、あ、そっから今もうパスですね、けど抑え込めずって感じですね。さあ、ソン・ウンヘ大丈夫でしょうか。ここからタックルいけるかどうか、それとも上を取れるかどうか。あ、そして足ねじ込んでいきましたね。さあ、もうサイドポジション、そしてで腕が伸びきる前にタップですね、はい、5分ジャスト、腕十字でフェルナンダ・クリスト一本勝ちで決勝戦進出ですね。はい、女子アダルト紫帯、53.5kg 以上決勝戦、フェルナンダ・クリスト対カロリーナ・クワハラです。はい、この2人はね、もう過去にね、非常に接戦を繰り広げている選手同士、もう戦績は、ね、ほぼ五分ですね、はい、さあ今回はどっちが勝つのか。フェルナンダ対カロリーナ、フェルナンダはボックス BJJ、 カロリーナはイーファイトジャパン、2人とも日系ブラジル人ですね、うんうんうん、さあカロリーナはね、今白い道着で、さあちょっと腕がどうかっていうところなんですけども、十字の形には入ってますね。そうですね、さあこの腕はどうか、ちょっと腕伸ばされてる感じがしますけどもね、やっぱここはね、タップすることはできない、うまく回転して外していきましたけども、かなりのね、決まり具合だったように見えたんですけども、カロリーナエスケープしました。そしてハーフガード、さあハーフガードのカロリーナ、さあどうだい、ここのところは、あ、そしてバックに行こうというところなんですけど、トップキープですね。さあトップに取ったのはフェルナンダですね。スガードのアドバンテージ、そうですね、今アドバンテージが入りましたね。さあもう場外際の攻防戦、もうお前ふざけんなみたいな感じでパチッと叩きましたね、フェルナンダ。もう場外際でこれ落ちますからね、危ないですよ。段差があるんですね。そうなんですよ。そこでもね、構わず
突っ込んでいくあたりカロリーナなかなかのね、これは何でしょうね、シープのアドバンテージ、そうそう、お互いにアドバンテージ、アドバンテージですね。さあレフリーのパウロ・セサール、一応三振制ですからね、決勝戦なんで。さあ組み合った状態、さあ引き込んでいったのはフェルナンダ、さあ相手の足を畳みながらのパス、お、いいですね、このパスもいいですね。今これでいけるかどうかっていうところなんですけども、まだしっかりついていっているフェルナンダけど、まだかなり、うん、かなりいい、いい形になってますね。さあレッグドロップポジション、レッグドロップポジションまで来ましたよ。さあそしてパスガード、今のでパスガードしたと、パスガードのポイントが入ってるのかどうか、さあアドバンテージで止まりましたね。というあ、お互いアドバンテージ、さあこれは何なんで、どういう状況で、そしてレフリー判定になりましたね。レフリー判定、はい、そしてレフリー判定でカロリーナの勝利。さあちょっとね、最後の方ちょっと不明瞭だったんですけども、カロリーナがレフリー判定で勝利、女子アダルト村田組 53.5 キロ以上級を優勝しております。はい、女子アダルト紫帯 53.5 キロ以下1回戦、長谷川実対石黒春樹です。はい、この石黒春樹選手、はい、長谷川実選手、2人ともね若い選手ですからね。石黒春樹はね成人式を終わらしたばっかりの20歳ですね。対する長谷川実選手はアクシスです。今ねアクシスからはね試合に出る選手かなり少ないんですけども、そんな中でもねきっちり試合に出てくる貴重な女子選手ですね、長谷川選手。さあどうでしょうか、この長谷川実対石黒春樹、この階級は4人トーナメントでしたね。この2人と反対ブロックは森脇美智選手と澤田明子選手の試合でしたね。2人ともね、あの反対ブロック同士にカルペディエムが入っているので、カルペディエムのクローズアウトを阻止できるか長谷川実。さあもうすぐさまもうパスガードして抑えてましたね。石黒春樹とね石黒翔也の石黒兄弟ですからね、はい、今2人ともね伸び盛りの非常に息のいい選手、バックに入れましたけど失敗しました。さあどうだ、ちょっとね一度落ち着きたい、ね、そうですね、ちょっと、まあ、マットサイドのところでね際の攻防になってますけど、今日マット際の心はちょっと一旦止めて、まあ、センターに行った方がいいんじゃないのかっていうところなんですけど、止めるタイミングが難しいと言ってるそばからこのパスガードしましたね。そしてパスガードした状態からセンターに戻って再開。さあ腕十字どうでしょうか、これは。さあそしてバックマウント、いいですね、動きが止まらない石黒春樹。ちょっと長谷川実は後手後手に回ってしまっているか。まずはディフェンス、さあ遅れ始めのディフェンス、さあバックマウントでねしっかりとポイントも入りましたね、はい。さあ一つのポジションにこだわりませんね、石黒春樹。どんどん動いていってプレッシャーをかけていっております。さあちょっと今ここで動きが止まったか、はい、長谷川実もちょっとね今ちょっと苦しそうですよね、プレッシャーがしんどい。さあデラヒバガードなんですけども、ちょっとデラヒバガード作りきる前にちょっと動いてますね。うまいですね今は。あーもったいない、あいいですね、また反対側にまでね回ってのパスガード、これ得意っぽいですね、さっきも言ってましたね。そうですね、やっぱここら辺もね日々のドリルの賜物か、非常にスムーズな動きを見せてますね。そしてマウント、あマウントはちょっとキープできずハーフガードになりましたね。けどまあもう足首ほぼ抜けてるのでこれはいけるのか。さあクロスチョーク、クロスチョークでしょうか。さあ締めからのこれはどうでしょうか、マウントかなんか。そして腕十字だ、締めのフェイントをかけてからの腕十字。
さあクラッチが切れてここで1分勝ち、4分35秒、一本勝ちで石原春樹決勝戦進出ですね。はい、はい、女子アダルト紫帯 53.5 キロ以下決勝戦、森脇美智対石黒春樹です。はい、この2人はねカルピデム同士ということで、森脇美智が勝利ということでクローズアウトですね。はい、おめでとうございます。はい、女子の試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、女子の試合はですね、紫帯の 53.5 キロ以上はフェルナンダとカロリーナのライバル対決、最後の方はね非常にちょっとどういった感じなのかっていうところでグズグズしたんですけども、レフリー判定でカロリーナ・クアラが新勝して賞金を獲得、そして 53.5 キロ以下は森脇美智と石黒春樹のカルピデームでクローズアウトして賞金もシェアという形になりました。リーモさんどうでしたか。はい、カロリーナとフェルナンダの試合はライバル対決っていうのもあって、セコンドのヒートアップもすごくて、うん、ちょっと見てるこっちもドキドキしながら見てましたね。やっぱね、日系ブラジル人の、ね、セコンドはね、なかなか激しいですからね。うん、石黒選手はもうなんかさすがの速さ、スピードがすごかったなと思いましたね。これからも期待したいと思います。はい、それでは CM です。¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo López, soy cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño bajo el profesor Clark Gracie y les voy a mostrar algunas de mis técnicas, de mis favoritas. Acompáñenos. Okay. Estamos aquí en esta posición, montados. ¿Qué hacemos? Levantamos un poco el pie del compañero. Obviamente estas técnicas son bajo las reglas de la IPGF, son reglas que se permiten a partir de los cintos café. A mí me gusta bastante hacer esas técnicas. Entonces vengo, sujeto, levanto un poco la pierna del compañero y atrapo, sujeto, lo atrapo aquí así y le hacemos una llave prácticamente otra vez ahí a la pantorrilla. Nueva cuenta otra vez. Nueva cuenta, vengo con mi compañero. Cuidamos que también su cadera esté inmovilizada, atrapado ahí. Levanto un poco la pierna del compañero, entro con esta, atrapo al compañero aquí así, vengo y le hago una llave a la pantorrilla. ¿Aquí? ¡Jesus Cristo! はい、ここからはアダルト紫帯の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、アダルト紫帯ですね、もうアメリカにサンディエゴに移住しているアンディ・トーマスが帰国しての試合出場、そしてその他にもね注目選手、風間俊臣選手だったりペドロ・アキラ根本だったり山本健太選手だったり、非常にねもう国内のビッグスターたちが出てますので、こちらの方注目してください。はい、 VTR スタート。はい、アダルト紫帯75キロ以上1回戦、和人池松対アンディ・トーマス紫です。はい、このねサンディエゴのねアトスヘッドクォーターで柔術修行中のアンディ・トーマス紫ですね。そして対するは和人池松選手、アップライジングですね。もう日本人の名前なんで日本人かなと思ったらもう完全にガンジーでしたね。はい、もう全然もう日本語も微妙みたいな感じで、漢字、名前の漢字もないって感じでした。漢字もないんですね。そうですね。そしてもういきなりもうバック取ってますね、アンディ・トーマス紫、インパクトジャパン BJJ。 さあもうバックフックでしっかりとコントロールしてますね。さあもうこれは締めはどうか、締め入ってる感じです。ああ、もう締め入ってますね。
はい、もうあっさりと1分27秒遅れ締めを決めたアンディ・トーマス・紫、1回戦を勝利です。おめでとうございます。決めも強いですね。はい、アダヤと紫帯75キロ以上準決勝、アンディ・トーマス・紫対柳井優斗です。はい、アンディ・トーマス・紫ね、この75キロ以上出てますけど、もうアンディ・トーマス・紫も75キロ76キロライト級の選手なんでね、下の階級に出てもよかったんですけども、試合数が少ないこっちの方に出てきましたね。さあ柳井優斗選手、リバーサルジム新宿ミウイの選手ですね。さあこの2人の試合はどうでしょうか。青帯の全日本で対戦してますね。あ、この2人はじゃあ、はい、対戦済みということで、はい、さあもうそしてもうきっちりと抑え込んでますね。さあそしてまたバック、シングルバックですね。今足をしっかりと片方はフックして組んでおります。さあもう今これバックマウントからこれ締めですね。あ、ポイントを取ってから4の字フック、ね、そして締めを取り直そうというところ。さあ遅れる締めどうでしょうか、うん、さあしっかりと襟を握ってますけどもね、うん、アンディ・トーマス紫、アンディ・トーマスこのまま締めですね、締めですね、裏になって決めていく。さあどうだ、ここは決めきれるか。決めましたね、はい、アンディ・トーマス・紫3分10秒一本勝ちで決勝戦進出決めております。はい、アダルト紫帯75キロ以上決勝戦、安藤キリヒト対アンディ・トーマス・紫です。はい、さあこの2人の試合もね、なかなかの興味深いところだと思います。安藤キリヒト、アンディコングのね名前でお笑い活動もやってたりしますけども、さあこの2人の試合をどうか引き込んでいったのがアンディ・トーマス・紫。安藤キリヒトはもうトップポジション、インサイドクローズドガードですね。あ、もういいですね、割れた瞬間にパスのアタック。さあここは抑え込めればいいんですけども、どうか、やっぱここら辺はね、お、いい動きを見せておりますけども、あ、そして足感か。さあもう紫帯はねトーホールドとか膝十字がないですからね。そして50-50はめましたね。50-50に入れて相手のラペラも引き出しております。さあ50-50からのスイープ、返せるかどうか、返せるかどうか。さあ突っ張ってはいるんですけども、ちょっとアンディ・トーマスどうかどうか。さあ試合時間残り1分の声なんですけども、さあここだ、スイープですね。スイープ完成、2ポイント取りました。そしてハーフガードで抑え込む、がっちりと抑え込む。さあ下からラペラを引き出してね、ここから浮かそうというところなんですけども、さあ残り30秒、アンディ・トーマスキープできるか、アンディ・コングはひっくり返せるか。さあワンアクションできるか、アンディ・コング。さあいけるか、いけるか、あーっとそこもうまく潰しましたね。やっぱ一歩上手だったアンディ・トーマス・紫。さあもうこのバックポジションになりつつあるところで勝利、2対0ですね。はい、非常にねいい試合でしたね。緊張感ありました。賞金獲得、アンディ・トーマス・紫おめでとうございます。はい、アダルト紫帯75キロ以下2回戦、大塩芳信対岩本健太です。はい、黒い道着が岩本健太選手トライフォース、青い道着が大塩芳信選手パラエストラ千葉ですね。さあ引き込んでいったのが岩本選手が、もうあっさりとスイープして上取りました。そしてバック、さあ岩本選手が今上から攻めようというところなんですけど、さあこの今ちょっと片足タックルですね。あ、高足タック、片足タックル、これ今どうですかね、ポイント入りましたかね、どうでしょうね。
さあけど今ちょっとギロチンみたいになってますよね。さあギロチンでしょうか。さあここまでギロチンで抜けてどうか。脇を刺してるんでいい形ではあるんですか。はい、あちょっと戻されてしまいましたね。さあデラヒーバフックからのこれベリンボロでしょうか。さあベリンボロセットアップしてゆっくりと確実に決めていこうというところ、岩本健太。さあ足のフックを入れつつ相手のラペラも持ってますね。さあどうだ。さあバックマウント入ってそしてラペラも持ってますね。さあしっかりとこれはもう締め入ってますね。入ってますよね。はい、ここでタップ3分47秒締めを決めた岩本選手、準決勝進出ですね。はい、アダルト紫帯75キロ以下2回戦風間俊臣を見たい唐沢達也です。はい、風間俊臣選手ね今売り出し中ですからね、はい、さあ飛びついていく風間選手、そして高速ベリンボロ、やっぱこのね速いベリンボロの仕掛けがね風間選手の持ち味ですよ。そうですね。さあどんどんガンガンもう煽っていく煽っていく煽っていく、止まらないですね。まあもうそしてもバックだ、そして遅れ襟締め、おー秒殺一本勝ちですね。33秒、まさに瞬殺、風間俊臣一本勝ちで準決勝進出ですね。はい、アダルト紫帯75キロ以下準決勝風間俊臣を見たい岩本健太です。はい、この2人のね若い選手同士のこの準決勝戦、さあどうでしょうか。もちろんこれは初対決ですね。まあ、お互い一緒に練習してるんで手の内は多分分かってると思うんですよね。はい、じゃあそれだけにね探り合いのところもあるかと思いますけども、飛びついていくようにしていったのか風間。さあ岩本今ガードですね。あそしてパスのアタック風間。風間俊臣はパラエスラ川崎、岩本健太はトライフォース。さあ今上、あスイープしましたね岩本。岩本選手は本当にテクニックオタク的な感じで、もう本当に黒帯の選手が岩本選手に効いてくるぐらいのテクニックの増殖が深いらしいです。へえ、そうなんですね。まあそこら辺ももう YouTube 世代ですよね。もうどん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 新しいテクニックが出てきてますからね、そういうの自分で勉強できますからね。昔は教わらないといけなかったんですけども、今はもう自分で勉強できる時代ですから、教則 DVD もあるしオンライントレーニングもあるし YouTube もあるし。さあ今50-50になってますね。風間やっぱどっちかというとトップポジションのイメージが強いですけども、さあこれはどうでしょうか。さあ50-50の形になってる、なんかこういう風になってくるとちょっと風間くん苦しいかなっていうイメージになりますけどね。ちょっと持ち前のねダイナミックの動きが封じられてしまいますからね、うん。やっぱここら辺は岩本の作戦でしょうかね。ラペラを引き出して相手との距離を詰めていくっていうところ、うん、さあフック、さあバック
を取ろうというのを好転して逃げていく。すごい。なかなかやっぱこういうアクロバチックなところがね、風間ですね。考えてないですもんね、はい、もう本能的に動いていくっていうところがね、やっぱダイナミックな動きがね、本当風間選手のね持ち味ですよね。さあけどまだここで負けているところ、さあどうか。お、そして抑える。もうしっかりと抑え込んだ。さあどうだどうだどうだ。さあポイント入りました。ここで逆転勝ち。逆転ですね。もうしっかりと抑え込んだこのパスガード。いやドラマチックに勝ちますね風間。7対4で勝利、はい、決勝戦進出です。はい、アダルト紫帯75キロ以下決勝戦、フェドラアキラ対風間俊臣です。はい、この2人の試合もね、なかなかどうなんでしょうか。フェドラアキラはね、反対ブロックをもうレフリー判定とかアドバンテージ差でもうしょぼく勝ち上がってますね。けどしょうがないですね、もうフェドラアキラはルースター級ですからね、うん、ルースター級でこの75キロで戦っていくにはやっぱそういうスニーキーな戦いをしないといけません。そしてもう青帯時代からね名前を売っていた風間に対してペドロアキラが試合をやりたいとずっと言ってたのがこの試合、ここで実現しましたね。ペドロアキラ対風間俊臣、この最高の形での決勝戦で決まりましたね。このね、バックを取ろうというところの、ね、攻防なんですけども、さあどうだ。ちょっともうペドロアキラがちょっとコントロールされちゃってますね。あ、もうこの、ね、締めも入ってるんじゃないですか。これはじわじわちょっと言ってますけども、さあ足のフックも入って締めも入ってるか。あ、ちょっと顎で止まってますね。ペドロアキラ顎で止まってはいるんですけども、ちょっと無理くり決めに行く風間けど、締めはねちょっと顎で止まってますからね。こうなるとちょっとやっぱり体重差、ね、そうなんですよね。ちょっとコントロールされてしまっているかペドロアキラ。まあルースター級とねフェザー級ですからね、やっぱり2階級違うと大きいですよね。さあペドロアキラいけるかどうか。さあちょっとペドロアキラポイントで負けてるからもうちょっと行かないといけないですからね、うん、けど風間はねちょっと固める系の選手じゃないんで、うん、そういった意味ではちょっと動けるからまだまだチャンスはありますよね。ペドロアキラもね、さあこのペドロアキラもここでちょっと動きが固められてしまってるかどうか、ちょっと動きづらい。デラヒーまで浮かされて、そしてまたベリンボロか。風間のベリンボロもいいですね。さあどうか、ここの形今動かしているところなんですけども、さあ起き上がっていった。2人ともちょっとねバックを取りに行こうとしてますよ ね、 そうですね。足を流して相手のズボンを持ってバックを探ろうというところなんですけども、けど風間もその動きをね見切ってはいますか。風間選手右足首ガチガチにテーピングしてますね。そうですね、テーピングしてますね。怪我してたんですかね。いや、さっきの試合で痛めてしまったんですよね。あ、そうなんですね。はい、フットロックがね最初決まりかけてしまったので。なるほど。さあペドロアキラもう少しなんですけども、どうですかね。ペドロアキラ行かないといけないんですけども、行かしてくれないというか、行ききれてないですよね。さあ腕のクラッチも取って、さあここからはどうか。そしてどうだ。あ、ちょっとそこ外れましたね。
さあもう飛びついていったんですけども、試合時間も残り少ないですからね、もう行かないといけないですよね。さあちょっとこれ足はど足を取りに行ってるんでしょうか、どうでしょうか。さあどうだ、さあどうだ、さあここでここのここがうまくいけるかどうかなんですけども、まだいけない。さあもう試合時間残り少ないですよ、うん、あそして これチョイバーですね、さあチョイバーで足をねじ込んでいきましたね。さあどうだどうだどうだ、さあ腕どうだ、腕どうだどうだどうだ、はい、ここでタイムアップ、うん、もう試合終了と同時にタップしましたね、うん、ペドラキラ腕十字、風間腕十字で決めて決勝戦を勝利、はい、賞金を獲得してますね。いや風間いいですね。はい、紫帯の試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、紫帯の重い方はアンディ・トーマス紫が勝利、そして軽い方は風間俊臣が勝利ということで、ね、この2人 もね非常にいい試合をする選手たちなので、うん、非常に見応えがあったと思います。リーモさんどうでしたか。今の紫帯の選手たちって日本人選手と日系人ブラジル人選手も本当に強い選手が多いんで、うん、まあ、ネクストジェネレーション的な感じで、まあ、今後も注目していきたいと思います。はい、それでは CM です。紹介するコーナーです。今日も東京イサミの北野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。今日はどのような商品でしょうか。はい、今回紹介するのは、はい、筋肉マン通り電気マンモデルです。はい、電気マン、便器マン、はい、トイレなんですか。そう、便器、トイレの便器です。はい、はい、今少ない和式、確かに減り続けてる。はい、この中にこう、はい、入れて流しちゃうんですよ。そういうキャラクターなんですけど、はい、便器取っ手ですかね。あ、おすごい、はい、細かい。しかもインカ帝国代表なんで、はい、インカっぽいマークも入ってる。すごい、はい、ちょっと後ろがすごい。これちょっと流そうとしてるんじゃないですか。あ、技を決めようとしてるところですね。必殺技ですよ。はい、BKM 電気マン、電気マンの BKM。 ちょっと一瞬分かりづらいけど、かっこいい感じがね。電気マン、電気マンです。恐怖の電気流しですよ。はい、ワンストップ、うん、ね、そうですね、腰にもプリントが入ってますね、はい、そして、はい、ズボン、はい、はい、パチンコ台、なんでパチンコ台だと思います。なんでですか。パチン、便器にパチンコ、超人オリンピック のトーナメント決めるのにパチンコ台、巨大パチンコ台が出てきたんです。すごー、はい、しかもこれステッチになってるんですね。すごい、触ってる。触り心地がいい感じ。はい、はい、で、あとは、はい、そうですね、これはお尻の方にはシンプルなくて、はい、サイドに、そうですね、刺繍かな、刺繍ですね、はい、はい、あとはまあ足元の方に BKM、 電気マンですね。電気マン、電気マンです。はい、フレーム通りが結構、はい、去年ぐらいから他のブランドでも出てきて、うんうん、グレー着てる人が増えてきてるような感じがするんですけど、はい、渋いんですよね。これも丸紐で、はい、はい、絞りやすい、絞りやすい、はい、はい、あとそうですね、そしておまきのついてくる、はい、袋付きです。はい、はい、こちらも A0 から A4 までサイズあるのでチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。
ストはい、ここからはチャオビの試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、チャオビの重い階級はレダメブツシとイゴールの決勝戦、そして軽い階級もテクニシャンゾロイの好勝負がついております。そちらの方興味深く見ていきたいと思います。はい、 VTR スタート。はい、アダルトチャオビ75キロ以上決勝戦、レダメブツシ対イゴール田辺です。はい、この2人はね、過去にもう1勝1敗の成績でイーブンですね、うん、初対決が2017年スーパーファイトで対戦しました。そしてその翌年2018年のムンジャルの紫帯の準々決勝で対戦して、その時はイゴールが勝利ということで、これで3度目の対戦になりますね。さあどうでしょう、この2人ともね、もう今はかなりトップクラスの選手たちになりましたからね。さあどうでしょうか。2017年、18年、19年と年に1回ずつ試合しているこの両者、その間にね、イゴールは紫帯でね、ワールドチャンピオンにもなりましたからね。あのこれはかなりレダ選手が有利な、そう、レダのね、パスガードは、ね、非常にダイナミックでアクロバチックなんですよ。早いですよね。で対するイゴールはね、ガードワークが非常に優れているので、2人の試合は噛み合いますよね、うん、レダのトップゲームかイゴールのガードワークかっていうところですね。あ、今下がっちゃって、そうなんですね、やっぱこういうところはね、良くないですね、うん、さあこのね、レダのね、ダブルアンダーは特別に非常にね、強力な技ですからね、スペシャル技ですよ。レダのダブルアンダーが火を吹くか、ダブルアンダーから豪快に腰切ってきますよね。そうですね。さあこの今レダのね、ちょっとトップなんですけども、ちょっとややどう言って攻めようかなっていうところ、様子を見てるところはありますか。ちゃんとしっかりイゴールもね、ガードに入れますね。一気に行かせるようなことはしないですね。そしてもう、このダブルアンダーを相手のね、帯を持ってのディフェンス、イゴール。さあこの状態で今、はあ、非常にね、もう甲をつけがたい攻防だったんですけど、ペナルティが入っていたのでイゴールが勝ちましたね。はい、もうレダはすごいクレーム入れてますけども、しょうがないですねこれは。はい、一応ルールに、まあ、即してはいますからね。はい、はい、アダルトチャオビ75キロ以下1回戦、ジエゴエンリケ対樋口翔輝です。はい、ジエゴエンリケもね、ちょっと足首をね、この大会の1週間前にヨーロッパで怪我してましたけども、出てきましたね。チリテーピングしてますね。そうですね。さあその怪我がどう影響するか、対する樋口選手はパレストラ吉祥寺ですね。さあ、まあ、クローズドガードで今捉えているのがジエゴ・エンリケです、はい、あ、いいですね今ので。足をフックしながら起き上がって、今スイープで2ポイントけど、ちょっとこの今のね、ちょっと踏ん張りはどうか、大丈夫でしょうか、ちょっと心配になってしまうんですけども。さすがにあれだけ固めてるとこっちも大丈夫かなと思っちゃいますね。そうなんですよね。さあパスガード、パスガード。さあこのね、足のね、動きも見ていきたいんですけども、それでもやっぱ気になってしまうのがこのジエゴの足首の状態ですよね。あの足首を攻めちゃったっていいんですか。いや、まあ、いいんですけど、なかなかね、ちょっと紳士協定なところがありますよねそれはいいのかどうかっていうと、スポーツマンシップに乗っ取るのかどうか、いやけど関係ねえぞって言ってね、いざとなったら行っちゃう場合もありますけどね。まあ俺なら行きますね、間違いなく行きますけどね、間違いなく行きますね。さあハーフガード、
さあハーフガードで抑え込んでるのが樋口。上半身もちょっと抑えられちゃってるんで厳しいですね。そうですね、ちょっと脇を刺されてますからね。さあディープハーフからこれスイープ、おっとしきれない、うん、うまい、いいですね。ここでもうマウントまで行きましたね。さあこれはかなりのチャンスなんじゃないですか。樋口、ジエゴ・エンリケ、ちょっとねマウントポジション取られて、そっからちょっとこれ腕狙われてますよ。さあどうだ、そして一本、まさかのねアップセットがここで起きました。1回戦腕十字で一本勝ち、樋口翔輝、優勝候補の筆頭のジエゴがまさかの一本負けで初戦敗退。はい、はい、アダルト超美75キロ以下2回戦、樋口翔輝対清水真也です。はい、1回戦で、ね、アップセットを起こした樋口、対するはこの清水真也、若柔術沖縄から参戦ですね。やっぱね賞金があるとね沖縄から来ますよね。そしてもうこれは浮かして、そしてもう腕十字のセットアップですか。さあ腕十字これどうか、あこれちょっと外れましたね。いやもう樋口選手もね非常にいい試合を見せましたからね。さあこの清水選手もどうか、言っても去年の全日本チャンピオンですからね。あそうですね、やっぱり実力者はね、やっぱりもう柔術はねそういうアップセットとは言いつつも実力を裏付けされてるところがありますからね。はい、またも腕十字を決めた樋口翔輝、はい、いいですね、やっぱ腕十字のキレが素晴らしい。はい、2試合連続の一本勝ちで準決勝進出を決めております。はい、アダルト超美75キロ以下準決勝、石黒翔也対樋口翔輝です。はい、石黒翔也はねルースターからライトフェザーの選手なんですけども、はい、ここまで勝ち上がりましたね。準決勝戦樋口翔輝との対戦、樋口翔輝はねあもう勢いよくいってテイクダウンですね。樋口翔輝今日はね非常にいい試合見て、ま、見せて決めてますからね。さあこの石黒対樋口でこれどうか、あまり石黒くんのベリンボロってイメージないですけど、はあ、結構 やってきますね。そうですね、やっぱ軽量級の選手はね本当ベリンボロ上手い選手が多いですよね。さあバックに張り付け、あそしてもういいですね、バックは取れなかったですけどもトップポジションを取って、そしてニアパスですね。さあ樋口選手もね体格差はあるんですけども相手の動きについていってますね。スピードでは負けてないですね。さあ今トップポジションになった石黒翔也、先ほど出てきました石黒春樹の兄貴ですね。はい、お兄ちゃん。さあこれデラヒーバフットロック、さあこれちょっと足換の取り合いみたいになってますけども、お互いちょっとねダブルガードみたいな、上になるのか下になるのかっていうところなんですけども、さあ上になった石黒、石黒にアドバンテージですね。さあ石黒の両方のラペラを引き出している、あまり見ない感じですね。なかなかちょっとトリッキーなガードなんですけど、あそしてワームですね。ちょっと浅いんで今のうちに外して、そうですね、ちょっとまだしっかりと固定はできてない感じですね。それともあえて深く入れてないのかもしれない。さあガード、あそうラペラがもう足首にまあぐるぐる巻かれ巻いちゃってますけどもね、ちょっと本来のやり方ではないんですけども、あれはあれでいいんでしょうか。あそしてスイープだ。さあポイント入りますね。
さあ相手のね股間をくぐるようにしてちょっと回転していってねスイープしましたね。あそして樋口選手もスイープし返して、はい、いや動きがありますね、はい、おアグレッシブでいいですよねお互い ね止まらないですよね。おいいです今のガードもそして起き上がれると思いきやそうでもない。すごい最後相手のつま先持ってますからねこれトーホールドもありますよ。うん、うまい。あいいですねしっかりと。あそしてもうハーフガード抑えましたね。ちょっと上半身も抑えられてちょっときつい、ね、そうですね。あいい形で抑えてますね。あやっぱそこだ。あそこちょっとそうですね体格差出ちゃいますねこういうところは。さあ同点でアドバンサーで勝ってるとの声。試合時間残り2分でアドバンテージ差で石黒が勝ってると、はい、ちょっとお尻つけちゃうと立たれちゃうんで。そう、あそうですね、そうなっちゃいましたね。あそして足を取りながらこれどうかこれバック回れるところなんですけども、さあこれバックに行けるかどうか。さあここですね。ここ勝負どころですね。何もなし、今のこぼれ何もなし。さあ石黒これ守りきれば勝ちですよ。さあどうか。チャオビ足かあるんでね。そうなんですよ、ここ1個がそうですね、膝十字じゃないんですよね。膝十字もいいしトーホールドもあるし、もちろんパスガードマウントもありますね。ラスト20秒。さあもうここじれますね。ここはどうすりゃいいんだっていうところも片足にしがみついていく。でもこれも石黒選手はもう必死にしがみついていく。そうですね。さあバックもあるかどうか。さあ左右に腰切って、あら足が抜けようかというところでタイムアップ。これも金星、はい、石黒翔也勝利で決勝戦進出。雄たけびを上げましたね。はい、そしてその決勝戦はですね、はい、同じチームメイトの大柳圭人とカルペディエムでクローズアウト、はい、勝利は石黒、準優勝は大柳ということでカルペディエムワンツーフィニッシュ、おめでとうございます。はい、チャオビの試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、チャオビのね重い方の決勝戦はレダタイゴールね、イゴールがねかなりねいい試合をしたっていうか、ちょっとうーんっていう感じだったんですけどもね、それどうなんでしょうか。そして軽い方の決勝戦はクローズアウト、準決勝のねやっぱりその樋口対石黒、これがハイライトだったんじゃないかと思います。リモさんどうでしたか。そうですね、イゴール選手がなんか若干ちょっと調子悪いというか動きがあまり良くなかったかなというふうに思ったんですけど、まあしっかり勝ってさすがだなと思いました。あ と,、石黒選手と樋口選手の試合はちょっと、まあ、今年のもう今まで見た中ではベストのカードだったなというふうに思いました、うん、お互い、動きのある最後まで、どっちが勝つか分からない展開が続いて非常に面白かったですね。はい、それでは CM です。
カナビーハイパート2の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、前回と今回と2回にわたって配信しましたこのガナヒビーハイ、非常にねもう高額な賞金がかかっているトーナメントで、75キロで区切った無差別級ってことで、普段では見れないもう夢の対戦も非常に多く実現して良かったと思いますね。こうやって、ね、賞金トーナメント日本でもねいっぱい開催されて選手のお金が渡るようになればいいなと思っております。リンモさんどうでしたか。はい、重い階級はね普段無差別級で見られるカードも結構あるんですけど、軽い階級って無差別に出てこないんで、その階級をこう超えての対戦がなかなか見れないんでね、こういう大会もたまには面白いなっていうふうに、ね、思いましたね。はい、じゃあそんな感じで最後提供みお願いします。はい、下本桐の柔術プリスト、この番組はファイターショップブルテリア、金属工事柔術一式、鉄イサミ、 VSTS、 ラスコンチャス、ドゥマウ株式会社、フルフォース、スクランブル以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、下本桐の柔術プリスト、また来週お目にかかると思います。さよなら。さよなら。